スおはよう、ゆうおはよう、いたきこんにちは、はこばねおはよう、まあこんにちは、素敵な、そう、さくらちゃんとね、お揃いの服を買ったんですよ。ほんまは昨日ユニバにね、さくらちゃんと行く予定で、これお揃いで着ようねって言ってたんですけど、大雨でやめたんで、今日はね、今日のライブさくらちゃんがいないということで、さくらちゃんのこう念をね込めて着てみました。着てみました。めっちゃモフモフしてるもんね。そう、モフモフしてる。かわいい子いる。たんちゃんおはよう、石川先輩おはよう、森香おはよう、夏希ちゃんおはよう、ドレス、うん、全然全然、ほんまトップス、ちゃんとトップス、ズボン履いてるだけ。カジュアルカジュアル。サッシーこんにちは。ようやく仕事終わってお寿司食べ、いいなお寿司。よくもう今からランチをね食べに行くので、こんな完璧なんですけど。ランチ食べてくる。フィジおはよう、毎日配信偉い、ありがとう。来てくれてありがとう。タチャ手紙ありがとう。フィジこんにちは。パルコおはよう。お姫様、ほんまにお嬢様みたい。ごきげんよう。ごきげんようとか言って、確かにいつも T シャツとかで過ごしてるから、ヨガちゃんどうしたんだってなるよな。アイティーおはよう。とっちゃんこんにちは。アイリアン。アイリアン、そう、昨日行けなかったんですよ。にはショック。今日こんなに晴れてるのに、なんで昨日は大雨だったんでしょうか。さあ、こんにちは。ミョカおはー、大輝おはー。サムおはよう、頑張ってください、ありがとう。フランおはよう、かわいい、ありがとう。通りで増え、そうこんなんあんま着ないんで。レアなんじゃないかなって感じ。確かに着てみました。さくらちゃんを込めて頑張りますよ今日は。かわいい、ありがとう。ノブおはよう、かわいい、早くみょっかちゃんに会いたいねえ。どんちゃんおいでおいで。いつでも待って。でもおかげでかわいい姿が見えて、嬉しい、めっちゃ褒めてくれる、ありがとうございます。キャハおはよう、しんちゃんはかわいい、ありがとう。しんさんこんにちは。みおちゃんおはよう、昨日のかっこいいみょくんもすごい、今日のカジュアルみょくんもかわいい。ちょっとね、確かにモフモフしてるわ、ここら辺がカジュアルにしてみました。ヒーローおはよう、やっすおはよう、うん、あら、いつもにもす、ありがとうございます。嬉しい、トップスでこんなに言ってもらえるなんて嬉しいでございます。ユーペンライトありがとう。ラガーン、こんにちは。ユーハートありがとう。お嬢様、 お姫様ありがとうございます。嬉しい。ランチなんてお嬢、あ、でも食べるの多分ラーメンとか。何食べに行きますかって言ったら、ラーメンとか、ラーメン。ラーメンいいんですかって感じやけど、みよかからしたら、こんな格好でラーメン食べに行きます、きっと。何食べるか分かんないけど。ドラミアンこんにちは。あ、昨日はラーメンだ。いいな、みよくんは昨日はね、お寿司とチキン南蛮は結局食べましたね。マリカ流れ星ありがとう。ジーヤが送迎いたし、してくれんの、助かる。超助かる。マリカ流れ星ありがとうございます。かわいいお姫様おはよう、おはよう。ハチッチおはよう、ホリブおはよう、ケンジこんにちは、テッチおはよう、かわいいありがとう、ジャックあ、かわいいありがとう。ラミオくんがアメワンコだ。そう、僕アメ女なんですよ、実はね、バレた、アメ女なの。そう、僕アメ女なんですよ。だからいつも楽しみにしてるとき雨が降ってしまいます。しゅん、さくらちゃんの晴れ女に勝ったってこと。ダーちゃんベンライトとハートありがとう。今日はね、アムホールさんで19時からねライブがあるんですけど、
あの大阪でやってないサイドポニーをやろうかなという感じなんですけど、みんな今日はお仕事忙しめですか？のりかねちゃん今日も可愛すぎ、ありがとう、嬉しい。にんにんおはよう、松也おはよう。今日は3時半から仕事だった。お寿司はご褒美だけど眠いよな、食べながら寝やんといてな。検索おはよう、矢の役お姉さん、はい、お姉さんですキラおはよう、しんさん今日も可愛い、ありがとう。ラーメンならパーカーとかで嘘やなそうなんやけど、まあせっかくね、まあどうせカフェとか行くやろから分からんけどまあまあまあ、さくらちゃんを身にまとっとこうと思って、清掃担当、ラーメン、あ、ラーメン食べますラーメン食べ、清掃なの、ラーメン分かんないけど、ラーメンとか韓国料理とかできてからラーメン一番なんやと焦ってる。普段ラーメン食べてるとこあんま見たことないから、え、ラーメンいいんですかって感じ。ひろっぴちゃんおはよう、アイカスカニちゃん、やっちゃんおはよう、タコワさんおはよう、ハルおはよう。ラーメンはいつ食べても、そう、ラーメンはいつ食べても美味しいですから、全然毎日食べますよ僕ラーメンの汁と最悪やんな、次さくらちゃんとおそろするときはラーメンの汁めっちゃついてるからやばいかもそれ。まっちゃんこんにちは、あずさんおはよう、ほどよくでラーメンは気をつけてって思う、思ってしまう、あのくもし麺だな。おーゆなちゃんは何の服でも飛ばすからもう何着てもダメ、もう毎日パーカー着とき。カンプこんにちは、ジャックハートありがとう、ダッツベルおはよう、キラハートありがとう、アッツァムハートありがとう。デート行けるような綺麗なラーメン屋、そうだね、おしゃれなラーメン屋さんもありますもんね、美人なワンちゃんありがとう、なんなりとお申し付けくださいあ、いいタクシーアッシーおはよう、アシュチ手紙、手紙を何種類もありがとう。アシュチ仕事終わりました、おりゃ今日はアブホールさんでライブがあるらしいんですけど、聞いちゃいますか初めてお茶パ定期いただき、雨だったワンちゃん、あ、そうかももう全部僕のせい、雨降ってるのは全部僕のせい。のぞみーこんにちは、今日仕事だ、そっか水曜日やもんな、でも19時やで、のぶ、いや物販が間に合わんのか、分からんが、分からんが、初見です、むかきおはよう、まなよお疲れ様です、ふくらきのぞみファンレベル10正解でありがとうございます、嬉しい。昨日雨えぐかったの、見よく、え、僕のせいかも、コメリンゴ朝病院行ってたら背筋の肉背筋って肉離れするんやな、うわー、お大事にしてください。秋日おはよう、アルプチーノおはよう、ロッカーマレベル10飼育員にありがとうございます、嬉しい。今月も100人近くの方が飼育員になってくれまして嬉しいございます。ちぎっちゃおはよう、あゆハートがいっぱい、ありがとう、コジかわいい、ありがとう、けんけんみおかちゃんおはようございます、みおかです。シミ抜き持ち歩、え、そんなんあんの、シミ抜き持ち歩くやつなん洗濯機系じゃないや。トラジローこんにちは、あきらおはよう、ポンポンおはよう、昼なのに会社から電話かかってきて、みおくんの配信見て邪魔さ、怒ろう、それはもうちょっと後でもいいやろうが会社に殺されてまう、こんなことばっかり言って。敏弘おはよう、100本マカ完了ありがとうございます、これから飛行機乗っても着くの21、あーやばい、終わってもうてるかもしれん、シュンシュンシュン、あきら唇ありがとう、レイレイおはよう、白金おはよう、オラのおはよう、ゴージャスよ
ゴージャス、確かにゴージャスっぽい、確かに。たまにはね、よっくんかわいい、ありがとう。ごめりんご、何にでも使えて強みんなは使っていいで。そう、物販がね、そう無理って言ってたのに、あれ物販今日終演後やったっけ。でもなんか空き時間あった気がするねんな。シュンシュンシュン、これか。うおっべい、おはよう、ぼっくりできる方、おはよう、ふくかわいい、さこっちじゃ、ありがとう。来月飼育員になったら時間かかる、そうやね、またみんな飼育員になってもらわないといけない。あ、めっちゃ時間あかんな、9時10分から物販なんですね。結構長い、終演後だきっと。のばら、ありがとう。ツー、おはよう。最近育児放置して、明日あたりワンワンのところから行く。あ、ワンワン来てくれる。育児放棄よくない、絶対育児放棄よくない。死んじゃうよ、みょくん。元気ハート、ありがとう。くまちゃん、おはよう。沼にはハマらないけど、水たまりぐらいにハマ、ハマってくれ、みよかの水たまり。ようこそ、みよかの水たまりへ。今日も可愛い人見に来て満足しても、まだ帰らんとって、お願い、顔やら帰らんとって。ガッチャ可愛い、ありがとう。気の利かない会社でごめん、リンゴ。ほんまに怒っといて、会社に。配信通知来た瞬間、卓球便器だ。死ぬ、よくに会いに行けなくて、ごめん、リンゴ。すぐ会いに来て、育児放棄ダメ絶対。たかたか、こんにちは。ジーアパンレベル10飼育員、ありがとうございます。嬉しい。天使ですか、相手の天使担当。よろしくお願いします。天使担当です。飼育員じゃなくて羊で、羊になってくれんの、いいやん。羊やったらもうちょっとここ立っとかなあかんじゃん。メイちゃんの羊見すぎかな、こうやって外でこうやって立っとかない。今日ライブ楽しむ、みんなが来てくれたら楽しいやけどな。来てくれますか、みんな。今日いるかな、みおこしさん。あんまり聞いていないので不安ですか。楽しみます、さくらちゃんの分。本当にめっちゃお姫様で、ほんま嬉しい、ありがとうございます。みおくん後期でも大丈夫、ダメでしょ、どうする、家でこうやってこうやってなってるかもしれん、放置しすぎたら。こいち、こんにちは。のばるん、おはよう。今日は可愛いより綺麗、あ、嬉しい。育児自ら幼児になり、え、んそんなこと言ったかな、忘れちゃった。日本語、日本語わからない、私日本語わからない。よくエビ好きやから頼んだけど、頭あってシャリとアンバランスすぎた。そうなんや。大ちゃん、おはよう。みっくん、おはよう。わきもきかわいい、ありがとう。なっきー、おはよう。あおちゃん、おはよう。ひこわさの天使担当、天使担当を務めさせていただきます。ピコピコピ。なんか光こっちやな、すいません。へい光、ずっと立ってるの、高いぞ、大変や、ちょっと寝られへんのじゃ、みよくんがいつ起きるか分からんから。大変だ。しんちゃんもペンライトありがとう。みよくんほっといても勝手に成長するから、飼育しません、ダメ、飼育してください。1日は行くので、ロングならではの顔、あー了解しました。ロングならでは、なんだろう。なんだろう、何するかお楽しみに考えておきます。もしや今日は不安、もう不安よ、だってもうさくらちゃんいないんだよ、もう僕誰がいなくなっても不安よ、怖い、もう緊張しいやから僕。すぐ緊張するから。
本当だよね、最近ワンちゃんじゃなくてかっこいい犬種の方ばっかり。あ、ダメだねそれは。ダメだね。君はのこんにちは、エレガントのミオくんも、ありがとうございます。たまにはね、ミオくんになってお姉さんになりますよみたいな。ロングならばではのあれやね、服だね。だるま大ちゃんありがとう。日本語かよの日本語。I'm ミオか。アラップロング最高ありがとうございます。私日本語が犬語しかわからない。私あのの日本人。鬼の副長さん、フォローありがとうございます。大阪を拠点に透明班で活動してます、お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃん、バブル担当遠山美岡です。よろしくお願いします。フォローありがとうございます。ひじだるまありがとう。りゅうきちゃんおはよう。そういえば掛け算できんのやば。できるで。うん、なんでそう思ったんかちょっとわからないんですけど、あ、全然できますよ。あ、ゆうきのファンレベル中正解入りありがとう。編集で音楽かけて、あ、いや、ほんまに反応してまうから編集が。今日なんかかわいい、ありがとう。たけがきおはよう。ぺっぺこんにちは。みやくん放置すると爆食する。そうやで、爆食してまうから、あの太らんようにみんな監視してもらわないと。今日はわしゃにアムホを向かっとく。みんなの行き先アムホにしとこう。今日プロバスケットの広島ドラゴンフライズ逆転で初、すごいすごいすごい。6月1夜ライブ行きます。嬉しい、ありがとうございます。まだ処刑はされてない。処刑されに来てじゃん、うちの尻が反応じゃん。僕兵士に対応してないかもしれん。タイちゃんおはよう。ヘイシリ、おお、反応しないんだ僕の携帯。言葉通じないの不便なので、日本語ちょっとだけわかります。今日の服はプリンセスな服装だ、かわいい、ありがとう。全身見たらなんかカジュアルやんなんてなるけど、ここだけ見るとね、なんかドレスみたいだよね。確かに。ちなみに水色もまあまあしっくりくるけ、おえー。すごいな。リッカンはや、うちのシリに話しかけ、ヘイシリ、今日の気温は、本日は23度。ギャラクシーなんでオッケーグ、オッケーググルーなんや。僕ほんまに反応しやんねんけど、ヘイシリ配信してるからかな。僕ヘイシリ使ったことないんですけど、ね、正直言ったら。おいちい、水がおいちい。今日はね、全員配信もみくちゃ残ってるんですけど、何時だったか、19時、何分だったかな、19時45分から、あのみくちゃありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。シリの設定してる、あ、そうかも、あんま使わんからかな。設定せなあかんのやな、硬い本なんて5年前だと言うじゃん。なんか分からへん。ヘイミオ、この世で一番怖いのミオくんで、オッケー、あ、オッケー。世界一かわいい富山ミオか。 Google アシスタントは
あ、この声でするんだね、すごい。かずみさん、フォローありがとうございます。大阪を拠点に透明班で活動してます、お茶メンタルパーティーのみんなのワンちゃんと大山美穂香です。よろしくお願いします。ルマンド1、ルマンド1でしょ、ルマンド1んだ。まだ一杯しか飲みよく、また飲もう。ケンケンおじじおはよう、母さんおはよう。ヘイシリラーメン食べたい食べに行ってください。あ、反応した、ヘイシリ。少々お待ちください一つはおもろ、六角形のマーク入ったカバンってショーケース。あ、そうですそうです、これやんな、最近よく愛用してる。そう、これ初期新さんのグッズ。そう、これめ使い勝手良すぎて、使ってたらあんま日常で使う人いないですよって言われたから、今日から卒業しようと思ってめっちゃ使いやすいから使ってたの、あんま日常で使ってる人見たことないですねって恥ずかしくなってやめる。おめがっちかわいい、ありがとう。あれって一人で寂しい時シリに会えて、そうなんや、何話してるん、シリさんと。 Google の方が別の方お呼びですけど怖い、何別の方。今日の髪型はサイドポニーの予定です。サイドポニー大阪でやってなかったから。ヘイシリバンバン、ちょっとわかりませんちょっとわかりません。あー、まだミオカゴを入れてないんだね、おかしいな。6月1日ツーモンライブ行くので、ミオカのプレイたくさん売る、嬉しい、ありがとうございます、楽しみ。ヘイシリ、お尻かじり虫って、知らないの、お尻かじり虫っていうキャラクターがいるの知らないの。文化系ファンレベルジューシークイーン、ありがとうございます。シリが間違って住所言い始めてしまった、怖っ少々お待ちください、何言おうとしたような、怖すぎ、少々お待ちします、シリをいじめごめんねごめんリンゴ、なんとか飼育員になれた、ありがとうございます。ヨカの今日の髪型が綺麗で可愛い、ありがとうございます。今日からさ、そう、なんか恥ずかしくなってやめようと。そう、なんかみんな使って、あ、そっか、やめとくな方がいいかな使い、近所がよ、ほら日常で、そう、めっちゃ使いやすいからさ、なんで逆にみんな使わないの恥ずかしくなってやめたルマンドフラッペ、横にあったゴディバのチョコレート、ゴディバ美味しいよね、僕も飲んだゴディバ、高いですよ最近のフラッペ、高くない？ちょっとそれやったらカフェオレ行っちゃうんで、みよっか、カフェオレ派手すぎるわけも日常ですか、そうでしょ、使ってないらしい誰もGoogle アシスタントと連携してか連携してってたんですよ、その家がいい、僕も消してほしい電気。パークおはよう、ザルそばおはよう、リョーマンレベル10、イクイーニー、ありがとうございます、嬉しい。カバッピおはよう、ヒロミオッキャーおはよう、マリモ坊やこんにちは。昔お坊さんが読んだ時にシリが反応してノリノリな音楽だね死ぬテレテテテテレテテテみたいな音楽だ、あれパリピ、あれ大阪にいながら北海道の湯電気する、すごちぎる、ほっぺに噛みついて、嘘、どこ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 、これか、これかな、この思うな、可愛いから使い続けたい、そう、使い続けたいんやけど、まあ、今日はそもそもフックに合わへんからやめようと思って使い続けようから恥ずかしいけど高いよ、高い、300円400円ぐらいするやんフラッペって。ポチタおはよう、鉄におはよう、スイカのフラッペをひそかに、
スイカのフラッペとかあんの？僕は芋をずっと待ってます。芋フラッペ超美味しいんだよ。芋なんか今日さ、今日そうですよ、ごきげんよう部屋の片付けし、すみません、よくわかりません OK Google 電気消してみて、出た OK Google 電気消して消えた。マリで順次配信であまり見ないけど、ほんま？ごめん、夜たまにやってるんで TikTok ぜひ見に来てください。ロボマ、ロボマ頑張って。私は拍手ありがとう。毎日持ち歩いてるのが一番いい。そうだよね、やっぱ使わないとね、もらったものは使っていかない確かに高いお前は水道水をコーヒーだと思う。あ、やばいかも今日はなんかチキン南蛮の次に、チキン南蛮に負けたん、いやいや一番がいい。清掃の服装、なんだなんだね、清掃たんだ、これで掃除するの、パーカーとかの方がよくない？オイラの掃除もしてくはい、マジで消えた、すごいな、すごいわ、どこでも言えるやん、もう電話とかでも言えるカッタコさんありがとう、流れ星もありがとう、サイバーバブおはよう、昨日もこの時間に始めた気がするけど毎日この時間、そうやな、だいたい11時から1時の間ぐらいを行き来してますかね、何もない時は。たまにね、あの遠征とかは夜とかやってたりとかするんやけど、基本的にはみんなのお昼ご飯タイムにお話付き合ってもらってますあんたの声で普通に反応する、すごいな。最近は Google 入ってないのに電気消えた、ほら確かに、僕もしかももう消えてんのになんかついたりとかしたら一番怖いから。飼い主おはよう、エスパーこんにちは、ラグラグのギルド、そうやんな、今やってはるんやんな、ローマバ楽しんで。結局チキン南蛮食べたよー、グレちゃんと夜ご飯チキン南蛮、トリキーのチキン南蛮を食べました、おいしかったエスパーこんにちは、レベルならシークになれるのか、あと今月2回、何が足りひんねやろ、なんかあるやんな、ミッションみたい。ナマハートありがとう、ナマコさんフォローありがとうございます。大阪を拠点に透明版で活動してます、お茶メンタルパーティーのパンプル担当遠山美和です、よろしくお願いします。ロームは俺もして、みんなロームはしてんの、えらい録音したらえへへ、高木ハートありがとう、真っ暗で帰ってきて電気つけてって言ったら勝手につくから、確かに楽だよね、圧倒的な見てる時間、見てる時間ショールーム、ヘイミオ、ロックノタを何をおっしゃってるかよくわかりません、ちょっと待って、みんなロックノタ死ぬ今日ライバル、そう頑張る、大将次いつ会えるかな、あれかな、31います、大将すみません、掛け算はよくわかりません、ゆうくんの配信見てる時間、嬉しい、もうみんなあのその辺毎日スケジュールに入れといてゆうかの配信を見る、水持ってくん忘れた、ショック、喉乾いた、今日は出張中、電波ちょっと最悪、頑張れー出張みおくん、僕の心に電気つけて、ポチつきました、きっとみおかのポチって言葉は最強らしいんでね、元気だってたか、
アムホールな広報の方が楽しい。ジェポミナジャックホーバキズラしに来て大ちゃん今日バイバーのだんあすみません書き算はよくわかりません。ゲームの鳥は八さん、あちさま、チュチュ、ハッピーと予測しろ。お知らんけど。あちいません。あ、そうなん。とりあえず6度だ。俺ちょっと死ぬ。すみません。あの、6度だ。え、ちょっとわからない。え、取ってきていい？ほんま？ありがとう。ちょっと取ってくるわ。生きてラジオで聞いちゃう。ほら、すみません撮ってきました。切り替えていこう、ケスラスラでレッツゴー。今日はいつも以上美人さんのよ。あ、ありがとうございます。羽根めちゃいいの。仕事かな、頑張って。ヘミを12の段、え、死ぬ。12の段だらったことないんやけど。10の段までじゃないの掛け算って。掛け算読むとき反対になっちゃうのめっちゃ分かるって、強化してあれってえなあ。だってさ、1の段からみんな覚えてくやん。反対にしたら全部分かるやんって思っちゃうけどな。変らしいわ。まずがおはよう。みおか6の段2回目ありゃ変な名前。6の段言うたら次行きそうなライブの日お伝え。死ぬ。6の段引き返しぬ。ちょっと待ってな。喉乾いてました。おかえり。縫い上げたスカート、え、なんかなスカートがな可愛すぎて嫌やねん。だからさズボンにして可愛すぎてさカジュアルにしたいな。みよくん可愛いのあんま得意じゃなくて、何でしたっけ。あ、6の段はい行かせていただきます。61が6、62、12、63、21、64、25、30、66、46、67、48、67、68、49、48か49、え、待って、1個しか変わってないやん。待って、61が6、62、12、63、36、24、46、24、56、36、67、68、69、60、54。いけたんじゃん。いけたんじゃない。あれ。あれ、え、3624、え、サブ624だよみんな。え、大丈夫。もうまた間違えてる。どこが間違えてるか言ってくれ。24と24。待って、また間違えた。6の奇数も出てくる。え、出てくるる。いや、知らんの。だからみんながバカやわそれ。やばい、うん、すいません、よくわかりません。バリバカにされてるわ。おい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 、バカにされていますが、すごいすごいバカにされてますけど、あれ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 。面白い。すみません、コメントがめっちゃ飛んでたわ。はい、そんな感じでした。おかえり、ただいま。あ、これ読んだね。さあ、チコンちゃん、ワンちゃん、水分、あ、そう、水分補給大事。まだ24歳なのに掛け算でき、え、すごいじゃん。掛け算できてたやんな。多分1時間半くらいで始めたらシーク、あ、
じゃあ明日明後日で1時間半を見たらイギいるってことや。ジョディこんにちは、ビコットこんにちは。そこまでお尻にこうですね、こっちゃんおはよう、たかくおはよう。バイトの時13のバイトで飾るなってな、よく、そんなんもう分からんわ。もう電卓だし、13の倍数はもう日本の頭で考えるもんじゃないわそれ。リキこんにちは、たかきらおとだけです。いいんでしょうか、みよつが高い、ひかえい、ひかえい、何それ。8度段言えたら明日行きます。知らん、もうわかんないよ、なんか怪我してんねんけど腕。8度段わかんないよ。8181286832484わかんないよ。四波20、四波50わからないよ、わからないよ、よかちゃん、こげさん、こげさんわからないよ。よくの全力かわいい、ほんまキュンラグミヤくん、ほんとトラップありがとう。下欲しいな、ズボン、ズボンじゃない、なんかな、これ買った時にな、なんかな、言われたんですよ。その時はかっこいい格好してて、なんかかっこいい系やったらズボンとかも全然いいと思うので。変かな、スカートに履き替えようかな。ピンチおはよう。タカコハットありがとう。かわいいお金、かわいい洋服、そうなんかね、ワンピースとかと着れんねんけど、なんかあのヨナちゃんとかがよく着て、さくらちゃんとか着て、まああんまり着たことがないですね。6640、6636ちゃん、6636ちゃん、笑った。可愛いとかじゃ、可愛いと、さ、可愛いとは言われたけど、可愛すぎる服があんま得意じゃないんですよ。サブロク24、違い、サブロク、ミロク12でしょ、18だ、サブロク18、一個天才になります。本当に楽なのだ、言えない、言えないっすよ。サブロクと視力が一緒、一緒やった、あれバリバリ間違えて死ぬ、24が2回、2回も出てきてた、死ぬわ。ワンちゃん悪くない、小学の担当かごめん、小学校の担任の先生に謝りに行かなあかん、僕は死ぬおもろ、翔太郎おはよう。小学2年生からやりな、あ、もう嫌かも、もう思いたくない。6の段めっちゃ怪しい、みよくんかわいいやばい、バカがバレてしまう。ヨカちゃん賢い、え、真面目ですよ。6が3つやで、6、12でしょ、18やで、もう学んだわ。掛け算の表、お風呂に貼ったらびしょびしょなってまうやろ、表をお風呂に貼ってた、トイレにせめて貼ってくれなんか元気もよかったみおさん的には24あって、あ、そう合ってるはずやで。書くできひんの、マジ、え、できんねん、え、聞いてた、ちゃんと偶数に偶数を足して奇数とか、え、ちょっと何言ってるか分からない、偶数とかあんまよく分からへんねん、よくなんか偶数の人こっちとか言われても、え、とか言ってた、え、僕はどっちですか3624、4627、やったよ、あれやばい、24好きすぎる子かもしれん。確かに2と4好きやけど、よくの影さん最高すぎる偶数何個足しても偶数、あ、そうなん、何が偶数なん、1が偶数なん、2が偶数なん、ちょっとポキってしたい。たーちゃんペライトありがとう。6121824304040284850、お、天才じゃん、
天才ですか。食べログ18学んだわ。めっちゃいい。壊れた計算機の計算。どうやん壊れたら。まあおはようリエックおはよう。小学校の担任先生ごめん、え、そうやったらごめん、リンゴしに行かなあかんわ。でも小学校の担任の先生あんま覚えてないねんな。誰なんやろ。この AI 当てにならん。誰が AI や。人間人間人間だよ。にゃくこんにちは。みおくん掛け算勉強、あ、そう偉いでしょ。スーパーキュー大事バンドエイジなななな。あと30分で、あ、ほんまに、まあ間に合うかな。今日はね1時ぐらいに終わろうと思っていますわよ皆様。スイッチおはよう。6の倍数100個とか、おう、まあ行こう。およくわかりませんこれは。頑張ってください。ありがとうございます。ニューハートありがとう。掛け算でこれだけ笑いを取れるのいいのかって感じだけどな、この笑いは。ほんまに。え、カットお疲れさまで。初音なのにシアーになるの、え、違う、ほんまに逆になるの、わからない。ハッシーが言われへんねん、シアーになって思う。ちょっともう分からへんわ。よくよく学校卒業できたしな。なあ、いや、ちゃんと勉強してきたんですよ、ほんとに。ちゃんとみんなと同じように勉強して授業してきた。それだったんだけど。ロックドドン言えかったけライブ行くよ。自宅でおちょっぱ YouTube。 おいおい、それは頑張ったしょ、頑張ったでしょで言ってよ。頑張ったでしょ。全然変じゃ、あ、変じゃない。え、でもスカートの方が可愛いよね、きっと。どんなスカートがいいと思う。ズボンでも変じゃない。やわね、こんにちは。これ明日みおくんにまた怒られる。こらこら。ザルズバマンレベル中心クイーン、ありがとうございます。僕はスカートとかよりそっちの方がいい。おい、よかった。めっちゃ似合ってないんかと思った。ズボン、ズボンダサいよ。自己紹介で掛け算苦手のアイドルですって笑い、いや、バカやと思われる。僕天才やと思われたいんで、あんまり出さへんつもりやないかな。いつもなんかバレてもうて。2年生になったらクック習うと思うので頑張ってね。ありがとう。遊びに来たよ、ありがとう。掛け算できなくても可愛くて面白い、優しいがないから。え、ね、誰かさ、おちょぱにさ聞いといてよ。掛け算絶対みんなできひんで、特にあゆちゃんとか。誰かあやちゃんに掛け算してって言って。掛け算は私の出せない、分からへん。仲間やっほー、可愛すぎる服もよく、ちょっと、いや、ほんま今度着ようかな。あんま持ってないんですけど、可愛すぎる服、あのさくらちゃんとかに借りますね。現代義務教育の敗北やしぬ。ごめんセーフ。こんなやつが世の中に放っていいものではないかもしれない。どうしよう、かわいいの、ありがとう。6の段な、前のことは6足して、あ、なるほどね。ちょ、一回やってみるわ。61が6、6212、6318、4621、5627。え、ほんまに合ってる。待って、61が6でしょ、6212でしょ、で6足すやろ、6718でしょ、86だから24でしょ、30でしょ、36でしょ、42でしょ、48、54。おい、けたんじゃない。なすち、こんにちは。1たす1は2。
お前は東大に、いや刀剣に行け。わー1×120 には123だ。違うよ、1かけても122のままやで。多分クマ、こんにちは。袋弾と発動弾がダメってことは必要なの？もう当たり前に言えないでしょうね。お風呂入るやつなかった幼稚園。ないないない、お風呂に貼ったことない。よく濡れへんの？あ、なんかあれしてんのかな、ね、あの濡れてもいいやつ。2で割れるやつが偶数だよって言っても分かってくれないか。分かるよ、4とかでしょ、2の倍数でしょ。ああなるほど、偶数が2、偶然に2に出会った。 OK、 偶数が2、13579が奇数だ。おお、そうなんや。掛け算できなくて抜けてて、センスの魅力どっかここにいるよ。偶数はお腹がグーグーするやつの2か4か6か8と2で割れるのがグーグー、偶数だよ。グーグー、お腹がグー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 するやつの。うん、なるほど、お腹空いてきた今の言葉で。ロサパルベルジューシー区切り、ありがとう、初めてだ、嬉しい。ワンちゃんの掛け算は 誰もができる問題を解くより貴重な笑顔を届けてくれるの好き。優しい。ミョカの頼むのに1、10、100、1000、万、3万が3枚。対象しに、1、2、3、1、10、100、1000、万、2万。もっとしたら、僕3万持ってる。最初に2万あげる。1万。これわかるよ。広島風くくん。ワイスカートな黒ロングスカートがいい。うわー、黒持ってったかな。うわ、黒がね、なくしたんですよ東京で。抜けて東京の資産で服なくしたの。しかも前日に買った服と黒ロングスカートをね、僕どっかに置いちゃってなくしたんですよ東京で。瞬一回も着ずになくしちゃったんです、ショック。昔子供のおもちゃってアニメで主人公が掛け算できない算数かな。僕じゃん、僕ちゃん、おはよう。ワンピース、ワンピース持ってますよ何個か。ワンピースでも今日はさくらちゃんがいないからこれを着たいんですよ、着させてください。おちょっぱで学力で、いやーもう絶対バカにされる、未来見えるもん。なんか真剣に答えてんのに、おバカよってやって言われるでしょ。うるせーって言ったのかな。おちょっぱの小さいお姉さまとは、あー、はじめまして、若葉さんですかね。お茶メンタルパーティーのみんな、ワンちゃんという間みおかです、よろしくお願いします。なんか一回 YouTube でおちょっぱが来るのやりますか。あゆちゃんが言っちゃう、なんかあゆちゃんはなんかニュース系強いんですよ、時事系、まあ、多分数学とか言っちゃうバカやと思う。バカやと、僕が言うのないけどバカやと思います。どうしてこうなった。 Why Japanese people。 あ、だって寝た、起きて起きて、多分もう6の段言うのやめた。どうやった、もう電卓使い、もう電卓使いますけどね、手使え、だってさ4とかさこうやったらやったらさ2になる、知らないこのゲーム知ってるみたいな、手を使って計算、小学生。やばいやばい、僕がバカなのがバレてきたぞみんなに、怪しいけどなんとか、あ、当たるでしょ、ほら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 、でしょでしょ、1+1 正解できる天才、掛け算じゃなく足し算、
シダンだし、お風呂に入ってるのって、ええー、知らんかもそれ、初めて聞いた。お風呂用の世界地図とかあるよ。ええー、じゃあ僕はそういうのもらってこなかったからこんなんなんだきっと。誰か掛け算上プレゼント。あ、ちょっといらんかも。あ、ちょっと大丈夫かな。あ、やばい、みんなそろそろ言い残したことタイム言ってて綺麗な。今まで知らんかったみおくんです。あ、そう、まあまあ天才なの。広島市の教育委員会なんで小学校卒業させてくれよ。言わないで。こんなん世に放ったらあかんやろとか言わんとって。いや、多分その時は僕掛け算とか余裕やってん。ほんまにほんまに記憶力がないだけやねん。記憶力がないだけやな。掛け算とかだってほぼ暗記みたいな、暗記みたいなもんあるじゃん。ヨカちゃんお勉強弱いアイドル。え、もうバレちゃった。いやー、バレちゃった。恥ずかしい。頑張れ清楚担当。あ、清楚担当タイム、了解、すいません。あ、掛け算とか得意です。同じ米連投あるよな、頭にバグってんの。今日肉の日なのでロッテリアの絶品チーズバーガーの肉5段とか食べようかな。すごい食べない、いっぱい。金の計算は得意。あ、なんかそんな細かくなかったら得意です。僕は今海外に行って、こっちは朝5時45分。さて時差は何時間、5時、7時間かな。センディファンレベル中シークリア、ありがとう。東京の東京へ残ったんです。ショック。可愛い服買ったのに。引き算ではなく指折りしてから、こうやった得意。黙りて、誰ひんなって思うけど。よかちゃん、お茶パンのバカ、おバカ、え、いや天才担当なんですけど、あれおかしいな。あれおかしい。天才、天才とバカはでも紙一重っていうじゃないですか。可愛い服のみおくん新鮮でね、これ頑張った方です。みおかにしては可愛い方。ジルラおはよう。コニーおはよう。あ、仕事昼休憩って、昼休憩ありがとう、来てくれて。バレてきた。え、かく、え、一応あの天才担当として生きてきたつもりだと思ったより、自分ではバカすぎて、あの思ったよりバカやなって。最近あのこういう配信を重ねるつれ、ほんまに僕ってバカなんやなって思うこと増えた。マジでマジで、なんでなんだろうね。あの本当にみんなが思ってるより僕は真面目に生きてきたんですけど、あ、思ったよりバカみたいな。ベベカ兄ちゃん、ゆうかちゃん、ワンちゃん電卓で、え、ゆうか電卓バリ得意です。はい、電卓は得意。キラ、またね、おやすみ。今来たばっか、ごめんね。またあの配信してると思うんで、近い場合に来てください。チキマークありがとう。中地こんにちは。タラリンおはよう。ハヤトプロおはよう。田舎市今日も可愛い。ありがとう。なんかますます好きな、ありがとう。6月22、マーキー、嬉しい、お待ちしてます。嬉しい。記憶力、そう、記憶力やで、これみんな実はみんな記憶力がいいんですよ。僕はちょっと他よりちょっとあの欠けてるだけで、みんなはきっといいんですよ。なんか7段はさすがにやばい。7段一番苦手。よくわかりません。すみません、よくわかりません。また適当に送りつけ、ありがとう、嬉しい。バカ可愛かったり、そんなみおくんが好き、大好きだ。ありがとう。残すの CCC 学力先生、TDC を含めて帰ったらちょっといけるかもしれん。あの最下位2ぐらいはいけそう。八助くまごにちゃん、みおくん優勝案件あると思うじゃん。どうする、僕よりバカな子ったら実は。八助くんワンレベルじゃん、シーク入り、嬉しい、ありがとう。言い
残したこと記憶力ほぼないみおかが溺れるくらいいい思い出作ろうね。偏差値75円のスーパーがリーダーと並べて対談させてみたい。え、70っていいんじゃないですか。絶対あの子やばいやんって思われちゃわないかな、惹かれないかな。配信お疲れ様で、ありがとう。あんちゃん見てくれて天才的な人わざわい死ぬ飼育員、飼育員あと一人で100人いきそう。ククって覚えた、忘れちゃう。え、そう、ククって覚えるのに結構忘れれるんですよ。みんな一回やってみてください。かわゆくに当てる、ありがとう。私、僕は明日からかっちゃんよろしくね。自分で天才と言うと、またあれ、ケチケチ。あ、待って、ツッチーマンレベル10、飼育員入り、ありがとうございます。嬉しい、今月も100人行きました、嬉しすぎる、ありがとうございます。掛け算できなくて、キャバを掛け算できなくても生きていけるんだぞっていうことを世の中に知らしめたいと思います。ハクロハート、ありがとう。今日写真たくさん、あ、わかった、撮ってもらおう。また明日、わからないごまかすのシリなどすみません、よくわかります。かけた見て、ちょっと1日のループ、ねえ、いやー、こんなバカでも相手してあげて、いやこと言い訳だ。ちょっとおはよう、並びはファンレベル中、シークイニー、うわー、100ピグワンちゃんだ、ワンワンワン、ありがとうございます。竹垣もファンレベル中、シークイニー、100人目、ありがとうございます。タジハート、ありがとう。シークになった、えらい、ありがとう、飼育してくれて。バカリナちゃん、東京工業大学の芸、ぐっ、多分どんぐらいすごいか分かってないけど、えぐそう。名前だけ。キューピーさんかな、こんにちは。メンバーにぜひやってみて。よく、すみません。よくわかりません。100超えおめでとう。ありがとう、みんなのおかげです。ありがとう、いっぱい飼育してくれて。嬉しい。あ、こうちゃんもファンレベル中、シークイリ、ありがとう。あ、なお、やばい、そろそろ終わりますね。本日はアムホールさんで19時から対バンライブがあります。物販は21時半とかだったかな。ぜひぜひ、タイドポニーデーなので、会いに来てください、よろしくお願いします。さくらちゃんもいないんですけど、精一杯4人で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。明日は定期公演です、よろしくお願いします。ピスパのカノンと対談、いやー、カノンさん頭いいじゃん、絶対。僕知ってる、カノンさんの、僕バカでもカノンさんが頭いいことは知っている。ますます会いたくなった、待ってるな。一応積みよ、カノンに勉強教えてもらおうかな。すいません、あの掛け算から教えてもらっていい。いやー、いやー、積みよー、あ、じゃあね、お疲れです、行ってきます。夏が頑張って、ありがとう。明日なら行く、お待ちしております。どうぞ、おつみよ。みんなすいません、こんなのバカ配信、みんなあの聞かなかったことにしてください。あの耳塞いでてください、よろしくお願いします。よっぴ、おつみよ、ハムレット、おはよう。嬉しい、久々にいっぱい配信できて楽しかったです。また夜19時45分からミクチャあるので、ぜひ見てください。それでは、天才担当と山美岡でした。バイバーイ。